愛する兄弟の皆さん、親権者として共に礼拝できることを心から感謝します。ふさわしさを保ち、世界中で良い影響を及ぼしている皆さんに愛と敬意を表します。皆さん一人一人に次の質問に自分ならどう答えるか考えてほしいと思います。何年も前にマッケイ大官長が教会に問いかけたものです。 今、皆さんが、末日聖徒とイエス・キリスト教会の特徴を一言で述べるように求められたら、と答えますか、うん、この質問に対して、マッケー大官長が挙げた答えは、真剣、神の権能でした。 松ジ世とイエス・キリスト教会は他の教会が古の時代から継承されてきた「権能」や「成文」や「神学教育」に基づく「権能」を主張するのとは異なる立場を取っていますすなわち「真剣の権能」が「シュによって直接天の使いから預言者ジョセフ・スミスに授けられたと宣言をしているのです。 私のメッセージはこの聖なる権能と天の力についてです。この重要な真理について学ぶにあたり主の御霊の助けがあるよう心から祈っています。真剣は人類の救いのためにあらゆることを行うよう地上の人に託された神の権能です。 神権は主が人を通じて人類を救う技を行われるための手段です昔も今もイエス・キリストの教会の大切な特徴の一つは神の権能です神の権能がなければ誠の教会は存在しえません神権の権能は普通の人に与えられます 真剣に成人されるために求められるものは経験や専門知識学歴ではなくふさわしさと進んで行う気持ちです信仰箇条第5条に真剣の賢能を得るための規範が述べられています私たちは福音を述べ伝えその儀式を執行するには人は予言によってまた賢能を持つ者による安守により神から召されなければならないと信じる このように親権を持っていて親権の鍵を持つ指導者から権限を与えられた人により男性は親権の権能を授けられ特定の職に成任されます親 <laughs> 権者はこの権能を神の御心と目的に従って行使するよう期待されています 神権には自己中心的なところはありません神権は常に人に仕え人々を祝福し強めるために使われます大神権は厳粛な制約によって授けられその制約には与えられた権能を行使し職務を遂行するという義務が含まれています神の聖なる神権を持つ者は強いられることなく自ら行動して 選択をします真剣は元来受動的ではなく能動的なものなのですベンソン大館長はこのように教えています真権を受けた後行動を起こすように促されるまでじっと待っているだけでは不十分です真剣を受けるとき私たちは地上で大義を推し進める技に積極的にまた熱心に携わるという義務を負います 主がこう言われたからです命じられるまで何事も行わず疑いの心を持って戒めを受け入れそれを不詳不詳を守る者は罪の定めを受ける <laughs> キンボール大官長も真剣の積極的な性質を強調しています真剣の制約は戒ましめをそぶく時に破られますが 義務を果たさずにに放置すする時にも破られますしたがってこの制約を破るには何も行わないでいればよいのです私たちは真剣の責任を果たそうと最善を尽くす時真剣の力を受けます真剣の力は私たちのような男性や少年を通して働く 神の力であり個人の義と忠実さ従順勤勉などが求められますアンによって神権の権能を受けることができても従順さやふさわしさ進んで奉仕したいという気持ちに欠けるなら神権の力は受けられません神権の権利は天の力と不可分のものとして結びついており 天の力は義の原則に従ってしか制御することも運用することもできないなるほどそれらが私たちに授けられることもあろうしかし私たちが自分の罪を覆い隠そうとしたり自分の傲慢自分のうぬぼれた野望を満たそうとしたりあるいはいかなる程度の不義によってでも人の子らを制御し支配し強制しようとしたりする時 誠に天は退き去り主の御霊は深く悲しむそして主の御霊が退き去るとその人の真剣すなわち剣能は終わりである <laughs> 兄弟の皆さん真剣の剣能を授かっていながら真剣の力を受けるために必要な行いを怠る人を主は受け入れてはくださいません老いも若きも真剣者には 剣能と力の両方すなわち救いの技において神を代表するために必要な許可と霊的なな能力のの両方が必要なのです私は忠実な母親と素晴らしい父親のいる家庭で育ちました母は神の教会と王国のために全てを犠牲にした開拓者の子孫でした 父はこの教会の会員ではなく若い頃にはカトリックの司祭になりたいと思っていました結局父は進学校に行くことは選ばずに工具や鋳型を作る職人としての道を歩みました父は結婚後のほとんどの期間家族と一緒に末日生徒イエス・キリスト教会の集会に出席しました 実際ワードの大半の人が父が教会員ではないとは全く知りませんでした父はワードのソフトボールチームの選手や監督を務めスカウト活動を行い母がさまざまな飯や責任を果たすのを支えました私が真剣の剣能と力について父から学んだ大切な教えについて話したいと思います 少 <laughs> 年の頃私は父にいつバフテスマを受けるのか何度も尋ねました。父はその度に愛情を込めて、しかしきっぱりと言いました。デビッド、私は母さんやデビッドのために教会に入るつもりはない。教会になるのが正しいと分かったときに入るつもりだよ。10代前半の頃だったと思いますが、父と次のような会話をしました。 一緒に日曜日の集会に出席して帰宅したとき、私は父にいつバプテスマを受けるのか尋ねました。父は微笑んで言いました。バプテスマについていつも聞かれてばかりだから、今日は父さんの方から聞こうかね。私はついに状況が進展すると早がてにして胸を躍らせました。父は言いました。 デビッド、君の教会では、神権がかつて地上から取り去られ、天の使いによって、預言者ジョセフ・スミスに回復されたと教えているね。私はその通りですと答えました。すると父が言いました。では質問だ。毎週、神権会で、ビショップや他の神権指導者が兄弟たちに、 ホームティーチングを行い真剣の義務を果たすように教えお願いし熱心に頼んでいるもし教会に回復された神の親権が本当にあるのなら宗教上の義務を果たすことについて君の教会の多くの男性が私の教会の男性とさほど違わないのはどうしてかな若い私の頭は真っ白になりどう答えてよいか分かりませんでした 神の権能があるという教会の主張について父がワードの兄弟たちの至らない点をもとに判断したのは適切でなかったと私は信じていますしかし父があのような質問をしたのは神の聖なる神権を持つ者は他の男性とは異なっているべきだという正しい考えからでした新犠者は他の人より優れているわけではありませんが 異なった行いをすする必要があります真剣の権能を授かるだけでなく神の力を注ぐパイプ役としてふさわしく忠実なものとならなければなりません。主の器を担う者よ清くありなさい。真剣の権能と力について父から学んだこの教えを決して忘れたことがありません。信仰の異なる父は 神の真剣を持つと主張する男性にもっと多くを期待していたのですあの日曜日の午後に父と交わした会話を通して私は良い少年になりたいと思いました回復された福音について学ぶ父をつまずかせるような悪い手本になりたくはありませんでしたとにかく良い少年になりたいと思いました 主は神の権能を持つ私たちにいつでもどこでも高潔で徳高く善良な男性であるよう求めておられます興味深く思うかもしれませんが何年か後に父はバフテスマを受けそしてふさわしい時に私は父にアロン神権とメルキデデク神権を授ける機会に預かれました。 人生における素晴らしい経験の一つは父が真剣の権能とそしてついには真剣の力を受けるのを目にしたことです父から学んだこの教えを紹介するのは一つの簡単な真理を強調するためです藩主によって真剣の権能を授かることは重要な出発点ですがそれで十分ではありません聖人によって権能を与えられますが 人の魂を高揚させ教え明かしし,し祝福し,祝福し助言し救いの技を推し進めようと努める時に力を持って行動するには義が求められるのです歴史上重要なこの時期に私たちは真剣を持つ者として義にかなった男性となり神の手に使われて望ましい働きをする必要があります神の人として立ち上がる必要があります ヒラマンの孫であり救い主がニーファイ人の中で召された十二弟子の最初の人であるニーファイについて学びその模範を心に留めてください彼は多くのことを民に教えたニーファイは力と大きな権能を持って教えた 私はビショップやステーク会長として既婚の姉妹と神殿推薦長の面接を行うとき最後によく「彼女と家族のためにできる一番の助けは何ですか?」と尋ねました忠実な女性たちの答えは共通していて参考になるとともに不安も感じました姉妹たちは不平や批判を言うことはめったになくよくこのように答えました 夫が家庭における真剣指導者として自分の務めを理解できるように助けてください私は喜んで成分学習や家族の祈り家庭のゆべを行いますしこれからもそうするつもりですでも夫がパートナーとなって親権者としての強い指導力を発揮してくれたらと思います家庭を管理し保護する属長となり真剣指導者となる方法を 夫が学べるように助けてください私は姉妹たちの心からの願いについてたびたび考えます今日真剣指導者たちも同様の懸念を耳にしました大勢の妻が真剣の権能だけでなく真剣の力を持つ夫を求めています キリストを中心とし福音の二焦点を合わせた家庭を築くために忠実な夫親権を持つ同僚と均等にくびきを負うことを願っているのです兄弟の皆さん約束しますこうした姉妹たちの嘆願について祈りを持って深く考えるならありのままの自分自身を見て変えるべきことや改善すべきことに気づけるよう精霊が助けてくださるでしょう今こそ。 行動する時なのです今晩私は義の模範になるよう進めているモンソン大館長の教えをもう一度繰り返したいと思います大館長は私たちが主の仰向きを受けていて個人のふさわしさに基づいて主の助けを受ける権利があると繰り返し教えてくれました私たちはこの真剣時代に天の使いによってすなわち バプテスマのヨハネとペテロ、ヤコブ、ヨハネによって地上に回復された真剣の権能を持っています。ですから、メルキゼデク神剣を受ける全ての男性は、個人の神剣の剣譜をイエス・キリストまでたどることができるのです。私たちがこの驚くべき祝福に感謝し、神聖な権能を行使するときに、主を代表するにふさわしく清くあるように祈っています。 真剣の力を受ける資格を一人一人が得られますようにこの末日に聖なる真剣が確かに回復され末日聖とイエス・キリスト教会にあることを明かしますまたトーマス・エスモンソン大官長が教会の大真剣を管理する管理大祭司であり全ての真剣の鍵を持ち行使する権限を託された 地上で唯一の人であることを証かしますこれらのことを主イエスキリストの聖なる皆によって厳粛に証しいたしますアーメン